うえー、っとね、これは認証代名詞。中学1年生向けです。で、主格から行きます。<laughs> じゃ、ここから読みます。せーの。I like pizza こ。この米印が2つ、星印が2つある、アステリスクが2つあるやつね。で、囲まれてるこれが認証代名詞ってことね。これが認証代名詞ね。じゃ、これ行きます。私はピザが好きです。You are my friend. あなたは私の友達です。He plays soccer. 彼はサッカーをします。She studies English. 彼女は英語を勉強します。It is a sunny d a y 今日は晴れた日です。We are in the classroom. 私たちは教室にいます。They go to school. 彼らは学校に行きます。今度目的学です。Can you help me? 私を手伝ってくれますか ?I see you. 私はあなたが見えます。I love him. 私は彼を愛しています。The teacher called her. 先生が彼女を呼びました。I found it on the table. 私はそれをテーブルの上で見つけました。My mother gave us a gift. 私の母は私にプレゼントをくれました。 Can you tell them the truth? 彼らに真実を教えてくれますかえー、っと、これはちょっと待ってね。ここちょっといらないんで取っちゃいましょう。<laughs> で、さらに今度、四角いきます。I have a dog. 私は犬を飼っています。You are tall. あなたは背が高いです。He is my brother. 彼は私の兄です。 She is a good student. 彼女は良い生徒です。It is my favorite book. それは私のお気に入りの本です。We enjoy music. 私たちは音楽を楽しみます。They are playing outside. 彼らは外で遊んでいます。今度は目的企ね。Can you give me a pencil? 私に鉛筆をくれますか ?I saw you at the park. 私は公園であなたを見ました。I like him very much. 私は彼がとても好きです。I met her yesterday. 私は昨日彼女に会いました。Please pass it to me. それを私に渡してください。The teacher asked us to study. 先生は私たちに勉強するように頼みました。Can you show them the way? 彼らに道を教えてくれますか今度、視覚と目的覚の組み合わせでいきましょう。I see you every day. 私は毎日あなたに会います。この目的覚はにかをがつくんだよね。あなたを見ますって言ってもいいよね、これね。でも、見ますじゃなくて会いますって言ってもいいよね、見るんだから。だからこれは会いますになってます。あなたを見ます。あなたに会いますでもいいですね。 She loves him. 彼女は彼を愛しています。We will help you. 私たちはあなたを助けます。They invited us to the party. 彼らは私たちをパーティーに招待しました。It likes, It likes me. それは私が好きです。それはたぶん犬かなんかね。たぶね。インコとかね。<laughs> えっと He gave her a gift、彼は彼女にプレゼントを渡しました。You can join us if you want。もしよければ私たちに参加できます。えー、っとね、今度は、あ、ちょっと待って、これはちょっと取りましてわかりづらいから。今度は所有格と所有代名詞です。えー、じゃあ、ここ、所有格からね。 My cat is black. 私の猫は黒いです。Your book is on the table. あなたの本はテーブルの上にあります。His house is big. 彼の家は大きいです。h e r d r e s s is beautiful. 彼女のドレスは美しいです。Its tail is fluffy. それの尾はふわふわしています。さっきの犬だね、これきっとね。 Our friends are here. 私たちの友達がここにいます。Their team won the game. 彼らのチームが試合に勝ちました。今度は所有代名詞です。ちょっとこれ難しく単語だから、これは覚えなくていいからね。This book is mine. この本は私たちのものです。Is that pen yours? そのペンはあなたのものですか The red car is his. その赤い車は彼のものです。The blue bag is hers. その青いバッグは彼女のものです。The car is its. その猫はそれ。The cat is its. その猫はそれのものです。あんまりよくわかんないけど。だからその猫はその犬のものなのかもしれないね。 それのものっていうのはおかしいけどもしかはロボットかもしれないロボットがキャットを飼っててそのキャットはそのロボットのものですって意味ですね、はい、The house is ours その家は私たちのものです The victory is theirs あちょっと待ってその前にえっとね英語ではそれのものっていうのは使わないんだよこれえっとね どうかなこれ、5番これ取っちゃおう、これ。なしです、これ。これダメね。はい、これなしです。はい。じゃあ、その言えさっき言った、今説明もちょっとおかしかったけど、おかしくなるから、これ使わない英語。日本語では言えるけど。えっと、私たちのものです。やったよね。はい。じゃこれね。The victory is theirs。その勝利は彼らのものです。この組み合わせです。 My dog is cute. He is mine. 私の犬は可愛いです。彼は私のものです。Your idea is great. It is really your is it? really yours? あなたの考え <laughs> His backpack is heavy. I think it's his. 彼のリュックは重いです。 それは彼のものだと思います。Her bike is fast.That one is hers. 彼女の自転車は速いです。あれは彼女のものです。Our garden is beautiful.This is ours. 私たちの庭は美しいです。これは私たちのものです。Their project is interesting.I like theirs. 彼らのプロジェクトは、ゼアだ。プロジェクトは、えー、興味深いです。私は彼らのものが好きです。だから彼らのプロジェクトっていう意味ね、これはね、えー。あ、これまで、ここまでですね。はい。さすがに、いつは使ってなかったね、ここは。じゃあ、これで大丈夫かな。じゃあ、終わりですね。